今回の衣装は人魚姫か。海の生き物がモチーフの衣装は嬉しいな。人魚は架空の生き物だし、人魚姫もおとぎ話の登場人物だから、海の生き物っていうのはちょっと違うか。じゃあ訂正して、海の要素が入っていると嬉しい。ストライクゾーンが一気に広がったね。でもさ、世界の海にはまだまだ知らない生物がいるんだし、人魚ももしかしたら本当にいるかもよ。この駿河湾にだって発見されていないだけで、海の中からこっそり私たち人間を見ているのかも。もしダイビング中に人魚を見つけたら、そりゃあびっくりするだろうね。でも友達になりたいな。そして海のことをいろいろ教えてもらいたい。タンクなしで海中を自由自在に泳ぎ回るのがどんな感じなのかを聞きたい。重たい装備を背負わないと海に潜れない身としては、人魚が羨ましいよ。まあその代わり陸の上では自由に動けるんだけど、人魚ももしかしたらそんな人間を羨んでいるかもしれないね。今度からダイビングに行くときは人魚を探しながら潜ってみようかな。